二十四節気春分は二十四節気の第四よく昼の長さと夜の長さがほぼ等しくなるとされるが、実際には昼の方が14分ほど長い。二月中、現在広まっている定期法では、太陽が春分点を通過した瞬間、すなわち太陽光景が0度となった時で、天文学ではその瞬間であるが、暦ではその瞬間が属する日であり、 これを春分日と呼ぶ。したがって、いずれの日が春分日になるかはその国、地域の時差によって1日の違いが出る。日本では3月20日、または3月21日になることが多い。平気法では、当時から1、4年後で3月23日頃。期間としての意味もあり、この日から次の節気の生命前日までである。定期法による春分の瞬間と、日本、 中国での春分日の日付は表の通り。日本における時刻はこの表の9時間後となる。グレゴリオ歴による17世紀から24世紀までの日本の春分は表の通り。2020年の春分は3月20日。365日からの超過分が毎年蓄積し、4年に一度順年でリセットされる様子がわかる。 1924年から2091年は3月20日か3月21日。春分の日も参照日本では春分の日という休日となる。この日が休日となる歴史は1879年から続いており、1948年に休日に関する件が廃止されるまでは春季高齢祭という名称だった。春分の日は国立天文台の算出する定期法による 春分日をもとにして、前年の2月第1平日付の官報の広告欄で歴要項として広告される。なお、この歴要項は、閣議決定等はされず、閣議報告事項でもない。天文学に基づいて、年ごとに決定される国家の祝日は、世界的に見ても珍しい。また、この日を挟んで、前後7日間が春の悲願である。イラン歴の元日。 ノールーズはちょうど春分の日にあたり、イランを中心に中央アジアからアフリカまでに及ぶ広い地域で祝われる祭日である。ヨーロッパなどでも春分をもって春の開始とする。いくつかの国では休日とされる。キリスト教で復活祭の日付を算出するには、春分を起点とし、春分後最初の満月の次の日曜日を復活祭の日と定める。 この算出方法をコンプトゥスという。ただし、ここで言う。春分は、暦の上での3月21日に固定されており、太陽光景が0度の日とは、必ずしも一致しない。満月も、簡素化した計算によって求められており、天文学上の満月とは、必ずしも一致しない。この算定法は第1、第12回夜公会議で定められた。春分の日の太陽光の当たり方。 春分では太陽は赤道上にあるため天文的な位置関係からは昼夜の長さが等しくなるように思えるが実際は違う。太陽の動き、歴便乱に日点の中を行って昼夜当分の時なりと記されている通り春分では昼夜の長さが等しくなるとされる。しかし実際には昼の方が夜よりも長い。日本付近では年により差があり。 平均すれば昼が夜よりも約14分長い。これは次の理由による。大気差大気による屈折で太陽の位置が実際より上に見えるため、太陽が上に見える角度の分、日出が早く日没が遅くなる。屈折は太陽が地平線に近いほど大きくなる。国立天文台では太陽が地平線付近にある時の その角度を35分8秒と見積もっている。ここから計算される日出日没の時間の差は約2分20秒である。太陽の四角太陽の上端が地平線と一致した時刻を日出あるいは日没と定義しているため、これにより太陽の半径の分、日出が早く日没が遅くなる。ここから計算される日出日没の時間の差は約1分5秒である。 日周視差太陽の距離地球の半径は有限なので、視差により0.7秒日の出が遅く0.7秒日の入りが早くなる。春分のずれついたちの間にも太陽の光景は変わるため春分がついたちのいつかにより昼夜の長さに差が出る。この効果は昼夜の長さを最大でプラスマイナス1.1分変える。ただし平均には影響を与えない。 これらを合わせると、日出は太陽の中心が地平線から昇るより平均3分25秒早く、日没は太陽の中心が地平線より沈むより平均3分25秒遅くなる。したがって、春分の日の昼の長さは平均12時間7分、夜の長さは平均11時間53分である。そして実際に、春分日には太陽は 真東から登って真西に沈む。赤道上の観測者から見ると太陽は正午に天頂を通過する。北極点または南極点の観測者から見ると春分の太陽はちょうど地平線と重なるようにして動き登ることも沈むこともない。春分の期間の七十二項は以下の通り。初スズメ初めてスクーう。スズメが巣を構え始めるツバメ。 来たる、縁が、南からやってくる、時効桜。初めて、開く。桜の花が咲き始める雷。すなわち、声を発す。遠くで雷の音がし始める末光雷。すなわち、声を発す。遠くで雷の音がし始める。白い、稲光が、初めて光る啓実春分生命。国立天文台歴用広角年版より、世界時間32009年版より理論が、 更新されているが、糞の精度でほとんど違いはない。現代の天体力学による位置水産のため、過去の暦の記述とは必ずしも一致しない。将来の見積もりについては、日付が前後する恐れがある。JPL Horizons Web Interface 取得後、TTUT 変換 NASA によるデルタ T の解説と計算式閣議案件は、首相官邸 HP 閣議で公表されている。 国立天文台よくある、質問、春分の日、秋分の日には、昼と夜の長さは同じになるの。北極点及び南極点を除く。魔女の宅急便その 2PP364 から366に、赤根、根の種、種の粒、つぶり、目の粒、鶴の種、猫の目、鈴の目、め,めめり草、草や、草草、柵や花と12種類全てが明かされているが、 すべて実在しない植物である。ありがとうございます。